皆さん、はい、本日はあなたはいいんでしょ。違いました。重大なご報告がおめでとうございます。ありがとうございます。僕の結婚とかそういうことじゃないですからね。今回なんですけど、まあ、FIFA 19、はいはい、ドイツにキャプチャーに行ったじゃないですか、うん、はい、その時になんとスイッチ版の FIFA 19のプロデューサーの方にインタビューすることができました、はい、あなたがプロデューサーの方ではバカ俺じゃねえだろ。違うよな。さあということで、はい、その貴重な機会をいただいて、まあ、ちょっと制限時間があったんであんまり多くは聞けなかったんですけど、だけどなんかみんなが、うん、なんか結構気になったのはスイッチの質問がかなり多かった、ね、うん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 、ということでスイッチのプロデューサーと会えたことはすっげーなんていうの、しかも直に言葉をもらえるっていうね、こんな機会ないんすよ。さあということでね、はい、これからその撮ってきた動画を流します。VTR を、それでは参ります。 VTR キュー。皆さん、なんとですね、あの FIFA スイッチ版のプロデューサーの方に今回来ていただきました。すごい。Thank you. Thank you. 質問コーナーでやったんですけど、あの皆さんがスイッチの質問かなりあったので、ちょっと特別に今回はですね、ちょっといろいろ質問の方をさせていただこうかと思います。 So there's been a lot of questions actually specifically about the Switch version, that's what's going to ask you. Okay. まず僕からちょっと質問したいのが、今ジャーニーっていうものがあるんですけど、あのスイッチ版には今後搭載される可能性があるのかどうか。The Switch, as last year, it's custom built. It has a custom built engine. ジャーニーというモードは、まあ、申し訳ないんですけど、今回は、ね、スイッチの、その発売バージョンはないんです。なぜかというと、その、まあ、ジャーニーというその特別なエンジンの、その作られたジャーニーモードのためなんですけど、でもそのエンジンはその、ね、Xbox とその PC バージョンだけ。だからとりあえずスイッチは、まあ、入ってないんですけれども、でもその、将来には、まあ、あるという話も存在するので、まだ引き続き前向きに聞いてください。聞いてください。お願いします。Definitely. So he is personally a PS4 player and for his FIFA experiences. And the journey mode is something that a lot of the fans who have commented on his videos are really really interested in. So definitely, please continue to think about that open door eventually. What could possibly happen? We will, for sure. 絶対にその前向きにその検討させていただきます。赤色のやつがあるんですけど、これを抜いてプレイできるようになってるんですよ。そのジョイコンのコントローラーだけでプレイできるようになってる。結構持ち運びも多分できるやつだと思うんで、スイッチとか。Yeah, so for sure, you can definitely use and play FIFA in any of the modes that you can interact with the Switch. So with a single Joy-Con, dual Joy-Con, handheld. あの、まあ、そのJoy-Conの、そのもちろん鍵となるそのものは、そのワンバトンコントロール、というそのまあ、そのものなんですけど、それ絶対にそのまあ、FIFA 19のそのまあ、特別感、それを利用します。それだけでなく、そのもちろん、その他のシステムと、連携、にできるので、あの例えばマルチプレイは、まあ、特に面白いなと。あのコンソール自体は2個までなんですけど、総合的に4人、あのそれは2対2か4対 AI、まあ、いろんなパターンがありますけれども、でもあの、まあ、一応その4人までできる。ちょっと最後いいですか、最後にちょっと聞きたいのが、ちょっと FIFA スイッチのものじゃなくて FIFA のことなんですけど、ちょっとそういうのも質問大丈夫。As a final question, he'd actually like to ask a specific question about just FIFA in general, if that's okay. Yes.
まず日本代表をぜひワールドカップモードで出たので、そのまま入れてほしいなっていう意見と、あと J リーグをもっと見せてほしいし、チームをもっと増やしてほしいです。めっちゃ日本のユーザーは J リーグとか、ね、日本代表めちゃくちゃ欲しいます。ほとんどそういうコメントが多かったので、see more representation from the J League. So we did, so last year, I don't know if they noticed, but we did introduce about 50 targets of players, meaning exactly three done as in real life.そう、その去年、その50のスターヘッドという、はい、そのなんかそのプロジェクトの中には、日本人選手さんにそのなんか、優先しましたので、まあ、できるだけその、まあ、そのようなその、まあ、希望は達成したいと思います。その、FIFA 18、それ18の、中田選手も、まあ、入りましたので、ぜひ徐々に日本人選手と他の日本人プレイヤーのチームとか増やそうと、まあ、個人も思います。もう日本人増えたら僕ら動画でガンガン押していくんで。So also please consider them as well. Will do. Thank you very much. Thank you as well. Thank you. Thank you.